皆さん、こんにちは。7月7日投開票の東京都知事選は、各種調査で有力視されている3候補の戦略に違いが見える。現職の小池百合子都知事は、他の自治体が羨む子育て支援策をはじめとする実績を訴え、さらにバージョンアップしていくと強調する立憲民主党を離党し、共産党の全面支援を受ける前参院議員の蓮舫氏は、反自民非小池を前面に小池都政の批判票を狙う。前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は、精神なイメージ戦略で無党派層や若者を中心に食い込もうとしている模様だ。最新の情勢調査をもとに、選挙分析に定評がある経済アナリストの佐藤健太氏が解説する。まず、今回の都知事選は2期8年務めた現職の小池氏の都政運営を有権者がどのように評価するのかが最大のポイントになる。読売新聞は6月28から30日の調査をもとに一面記事で、小池氏が先行蓮舫氏石丸氏をと題した分析記事を報じている。それによれば、小池都政の評価は6割強が評価するとしており、評価しないは3割弱にとどまる。この評価は他の各種調査でも同じ傾向にあり、共同通信が6月29、30日に実施した電話調査によると、小池都政を大いに評価するは 12%、 ある程度評価するは 43% で、6割近い人が小池都政に合格点を与えていることがうかがえる。その点を踏まえて、政党やマスコミが実施している各種調査を見てみたい。筆者が入手した自民党の最新情勢調査によれば、6月20日の告示後最初の週末となった同22から23日の調査で、小池氏には 42.4% が支持、蓮舫氏は 30.3%、 石丸氏は 11.9% となっている。ラストサンデーを迎えた6月29から30日の調査では、小池氏が 43.1% にリードを伸ばした一方で、蓮舫氏は 28.0% に下落、石丸氏は 13.8% に微増した。小池氏と蓮舫氏の差は1週間で12.1 ポイントから15.1 ポイントに拡大し、蓮舫氏と石丸氏の差は 18.4 ポイントから14.2 ポイントに縮まっているという。自民党の調査ではいずれも投票先未定が1割弱という内容だ。小池氏は男女ともに支持が最も多く、特に女性の支持は厚い。年代別で見ても前年代で他候補を圧倒している。蓮舫氏と石丸氏に限ってみると、蓮舫氏は60代以上、石丸氏は50代の支持が高いとされている。小池氏の支持が伸びた背景としては、当初は公務を優先して街頭演説をする機会が少なかったものの、6月22日の八丈島訪問をはじめ、奥多摩町や青梅市、北千住駅、蒲田駅と街頭に立つ機会が増えたことが要因に浮かび上がる。18歳まで月5000円を支給する018サポートや、私立高校の授業料実質無償化、給食費支援、介護職の給与アップといった実績を訴えており、自民党の調査からも幅広い世代に浸透していることがわかる。 JNN は6月29、30日の調査から中盤情勢を分析し、小池氏ややリードと報じた。蓮舫氏は激しく追い上げ、石丸氏についてはおおとしている。小池氏は自民支持層の約6割と公明支持層の約8割を固め、蓮舫氏は立憲支持層の約7割、共産支持層の約9割の支持とした。日本テレビが7月1日に報じた中盤情勢分析によれば、小池氏がリードし、蓮舫氏と石丸氏が大展開だ。小池氏は自民党支持層の7割から支持を得ており、公明党支持層の9割以上を固めている。無党派層も小池氏が最も多い3割強の支持を得ているという。読売新聞の調査では、男女ともに小池氏の支持が厚く、蓮舫氏と石丸氏は女性の支持が少なめだったという。 JNN の調査では、無党派層は小池氏と石丸氏を支持する人がそれぞれ約3割、蓮舫氏は約2割となっている。女性の支持は小池氏が4割余り、蓮舫氏は約3割、石丸氏は2割弱だったとしている。では、自民党やマスコミ各社の調査で2位とされている蓮舫氏はどうか。
日本テレビの記事によれば、蓮舫氏は告示直前に離党した立憲民主党支持層の6割を固め、共産党支持層からは7割弱の支持を集めている。ただ無党派層は1割強の支持にとどまる。自民党の最新調査でも蓮舫氏は立憲支持層と共産支持層の約7割が支持しているが、立憲支持層の2割近くは小池氏を支持していることがわかる。無党派層でも3割強が支持する小池氏に対し、蓮舫氏は約2割にとどまっている。 SNS を駆使した選挙戦を展開する石丸氏は、自民党の調査で40から50代の支持が多い日本維新の会や令和新選組の支持層から一定の支持を得ている。また日本テレビの記事でも自民党支持層の約1割、無党派層の2割弱の支持がある。有権者の5割近くを占めるとされる無党派層に限ると、小池氏3割強、石丸氏2割弱、蓮舫氏1割強というわけだ。共同通信の調査によれば、年代別では小池氏が30から60代の支持が最も多く、蓮舫氏は70代以上、石丸氏は20代以下が多かった。もちろん各種調査では投票先を明らかにしない人がいるため、なお情勢は変わる可能性があることは触れておきたい。政党やマスコミ各社の調査で気になることがある。それは調査先が固定電話と携帯電話で結果に多少の違いが見えることだ。主要マスコミは最近両方から有効回答を得ていることが多いのだが、固定電話への調査で支持が高い候補者が携帯電話の調査では若干低いということも見られている。固定と携帯の調査で回答した人のどちらがより多く投票に向かうかはわからないが、その動向次第では選挙結果を左右する可能性があるように映る。各種調査で気づいた点をもう一点加えると、対象エリアによっても数字の出方が異なっていると感じる。若者が多い町、高齢者が多く暮らす地域、都心部とそれ以外などで違いが見える点は興味深いところだ。一部メディアでは期日前投票の調査も実施している。それにおいてもエリアによって差が出ているようだ。一般的に期日前投票をする有権者は必ず投票に行く層が多く、それが7月7日の投票日当日まで持続するのか、それとも先取りだったのかは各陣営が気になるところだろう。いずれにしても投票先未定の有権者がまだ少なくないので、選挙結果がどうなるのかはわからない。小池都政を評価すると回答している人が約6割に上る中、蓮舫氏と石丸氏は評価しない層の残り3割を奪い合っている。蓮舫氏は野党議員時代から変わらぬ超攻撃的スタイルで小池批判を繰り返し、石丸氏は支援者の SNS 拡散を背景にイメージ戦略で浸透を狙っている。ただ読売新聞の調査によれば、内閣支持率が低空飛行を続ける、岸田文雄内閣を支持しないと回答した人の約4割が小池氏を支持しているという。終盤にかけては小池都政を評価する層を取り込めるか否かに加え、岸田政権の批判票の受け皿になれるかどうかもポイントになりそうだ。7月7日投開票の東京都知事選は、政党やマスメディアによる情勢調査で現職の小池百合子都知事のリードが伝えられている。高い知名度に加え、2期8年の実績を掲げる小池氏の優位は予想通りとの声が多いのだが、各種調査が関係者に衝撃を与えたのは2位の方にある立憲民主党と共産党が全面支援する前参院議員の蓮舫氏は序盤調査から失速し、それを3位だった前広島県安芸高田市市長の石丸伸二氏が猛追する勢いを見せているというのだ。驚きの情勢調査を経済アナリストの佐藤健太氏が読み解く。小池氏への対抗心をむき出しにしてきた蓮舫陣営にとっては予想外の展開と言えるだろう。メディア関係者からは2位もダメなんですかと驚きの声が漏れている。4月の衆院東京15区補選で起きた政治団体翼の党代表らによる選挙妨害事件、都知事選のポスター掲示板問題、フリージャーナリストや YouTuber を名乗る人物の執拗な突撃など、最近の都内の選挙は予想外の展開が見られてきた。ただ序盤から中盤にかけての都知事選情勢は
これまでの常識を覆す意外な展開、民放テレビ局記者になっている5月27日に出馬表明した蓮舫氏は、反自民非小池を掲げ、小池都政をリセットすると掲げた。派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題で逆風を受ける自民党への批判を絡め、与野党対決の構図に持っていく戦略を描いてきた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。